君ら元気やな。さあということで、これ若手にね、あの師匠が言う突っ込んでくれるときに言うやつです、はい、ということでございまして、今回はですね、光栄テクモゲームズさんから3月1日に発売となります PS4、XBOX1、PC 用ソフトデッドアライブ6をご紹介いたします。ゲストはキャラ濃いよこの方です、どうぞ。プロデューサーのシンボリです。どういう何の前やねん。すいません、あの、ね、ほぼ初対面やけどどついてもうた。なんかあんのかな思って。いやいや、なんもないです。なんもなかったのね。すごいクソ強い人そうな雰囲気だったけど、そう喋った瞬間にクソ弱かった。その落差たびや突っ込まざるを得なかった、ね、あ、まんまとやらされてしまいましたね。はい、ということでございまして、我々も何度かね、ご紹介したことございますし、これに続くね、商品もいろいろとね見てきましたけど、まあ言ってもこの女性のキャラクターの表現が非常に素晴らしく可愛らしく美しくしなやかでありながらパワフルでもあると、はい、ということでございますね。素晴らしいタイトルでございます。はい、まあデッドアライブといえばですね、まあ言ってもこの千代丸さん、いや川岸さんにとっても非常にね、この宿命のタイトルの一つでございますけども、いかがですか川木さん。勝ったことありません。久々に登場って川木さんのことですね。そうです、そういうことです。あ、なるほど、川木さんお久しぶりです。宇野さんがいなくなってからね、ちょっとやっぱ川木さんがなかなか今まで登場しなかったんですけど、過去に数回今まで何度も何度も林さんと戦いましたけど、はい、勝ったことあります。そう、林さんがね、一切空気読まないんでね。やっぱりね、シンプルな林さんだったらどっちの方が、ああ、それ大事ですね。私の方が10倍ぐらい強いと。帰ってください。あ、でも空気読める読めないで言ったらもしかしたら全く読めないです。あ、え、冒頭で分かったでしょ、この人の空気の読まなさは。あら、それで10倍強いんだよ。もうダメだ。別に対戦しなきゃいいじゃない、ゲームの面白さで伝えるんだったら。そうです、対戦が全てじゃないでしょ。そういうことです。でしょ、内容です。内容でしょ、はい、どういったものなの。仲良くやろうよ。そうです、ね、声どうした、林とは仲良くできないの。終わってからも俺の方見てざまーみたいな顔で返した。まあで実にこの前作から7年ぶりというところでございましてね、どこがどういうふうにパワーアップしたのかですね、それも含めてゲーム内容についてちょっと、はい、何年も経ってねえやろ。お願いします。お願いします。まあ何年も経ってねえや。どうおさらいしましょうかね。行きましょう。はい、ね、本作デッドライブ6はね、普通の格闘ゲームだけじゃなくて、まあ、いろんな楽しみがありますので、あの激闘エンターテインメントと呼んでいまして、まあ、見た目だけでもなくゲームプレイも面白くなってますし、まあ、とにかくね、前作の正当進化を遂げていますので、まあ、今日はそれを見せていきます。はい、じゃ次のページお願いします。はい、デッドライブといえば伝統の3スクリーンがありまして、打撃は投げに強い、で投げは、まあ、ホールドに強い、ホールドは打撃に強い、まあ、ホールドっていうのはね、打撃を受け取ってこう返すようなカウンター技なんですけどもね、はい、じゃんけんシステムでしょ、要するに。はい、そういうことでございます。ってことで基本がもうここでおさらいできましたので、新システムの方をご説明いたします。次どうぞ。何やこりゃ。はい、新要素ね、2つありまして、ブレイクゲージシステムとフェイタルラッシュ。まずゲージの方なんですけども、デッドアライブ初の必殺技のゲージを導入しました。今までなかったんです。でやっぱりね、あのゲージがあるとね、とうとうそこ手を染めちゃいましたか。面白いですよ、でもね、面白い。やっぱりね、ゲージが、ね、になる。そう溜まったら必殺技打てるってみんなわかるじゃないですか、ね、今日はそこもね楽しんでもらいたいなと思ってます。はい、でフェイタルラッシュ、こちらはですね、ワンボタンで、まあ、かっこいい連続技がポチポチ押せば出てくるという、まあ、通称で、ね、簡単コンボみたいな呼び方をしてるんです。最近のやわなゲーマーにもね、やわなとか言わないでください。これ聞くとやる気出るじゃないですか。そうね、やったことない人間はね、そう格闘ゲームだな。まあ格闘ゲームがろくにできないようなヤワのやつらはまあ嬉しいでしょうよ。嬉しいもん、これ嬉しい。まあ、あとで勝負してみれば多分ね、分かると思うんですけども、うん、はい、あの
ただね簡単に出るだけじゃなくて、うん、ちゃんと上級者でも使えるような戦略的な要素になってますので、うん、それもつなげていって、はい、まあ、発売した後にでもね皆さん調べてこんな風に使うんだみたいなのを編み出してほしいなと思ってますが、いい使い方ゴールですね。ちょっと次の説明、ただの初心者向けだけじゃないですね。そういうことです、そういうことそうですよ、うん、もう後でちょっといっぱい食らわせてやろうと、食らわせてやろう言われてますよ、はい、男おねし、うわ拒否、別に騒ぎさん、ね、えまあ、それはまあ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 無駄にね、無駄に戦う必要ないですか。そうだよ、俺無益な殺生はしないタイプ。素晴らしい、ね、そこはほら楽しくね、対戦しましょう。顔が派手な必殺技とか見たいですから、ぜひ戦っていただきたい。俺五右衛門だからね。無駄なものは切らないってことね。無駄なものは切らないってことね。わかりますか皆さん。ルパン三世です。はい、ありがとうございます。まあ、つまらないものを切ってもらうということで、あのね、で戦いの舞台もまた進化しておりますね。ね、はい、出てくるやつね、まあ、関係なく、ね、うん、まあ、恐竜が出てきたり、恐竜、まあ、このゲームにも触手が出てきたりとかですね。このゲームにもって言わんでもね、まあ、さっきなんか、ね、さっきも言えましたね、はいはいはい、一応、はい、あとはまあ人間までもがこうステージ、そういうバージョンもあるんですね、はいはい、その辺のストリートの、そうストリートファイトを見てる人が押し返して、そんなやつも全員ぶっ飛ばしてやるわ。そういうことですよ、そいつらだけぶっ飛ばしてやる。そういうことですよね。弱そうなやつからみたいな、ああもうあ、そういうこともあるんですね。あそこで友情生まれるかもしれません。いや、生まれねえだろ。そんなストーリーちゃうやろ。いや、まずは周りを倒してから俺たちやろうぜみたいな。ああ、そのね、元々の敵とね、うん、なるほどなるほど、なるほど。今回そういうストーリーも、それかその人々に紛れ込んで隠れるっていう、うん、バレるバレる、新しい技、はい、まあ、逃げないで戦ってほしいなと思うんですけども、はいはい、ね、で次の説明しちゃおうかな、はい、でここまでは対戦の話でしたけど、あ、これなんですか。今度はね、一人で楽しめるクエスト要素、新しいの用意しましたので説明しますね。ディオエクエストっていうのがあって、これ一個一個あのミッションみたいなバトルが、まあ、クエストですか。そうなんです、うん、いや、まあ、100個ぐらいあるんですけども、い多いな、またクエスト、まあ、これをクリアすることで、あの、なんでしょう、コスチュームとか髪の毛とか髪型とか手に入れるためのコインだとか、報酬がもらえるんですね、ちゃんと。そうなんですよ、うん、まあ、衣装の設計図っていうのもあって、とにかくこういうアイテムを集めると物がもらえるというゲームなんですけども、はい、それを遊ぶことでさらにあのミッションをこなすんですからね、はい、あのちょっとしたこう勉強みたいな感じになってまして、コマンドの勉強になるってことですか。そうそうそう、なんかゲームシステムを覚えながら、あ、はいはい、あの何々をやりなさいとか、はい、何々の技を出しなさいとか、なるほど、はい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 、コールド3回してって言って、3回できなくても、うん、もう1回やってみようかなで、こうだんだん上手くなってる。なるほどね、はい、でクエストで成長すると。そうなんです、ね、成長してコインがゲットできるっていうのは、うなんかこう、ね、報酬があるのはいいね、いいね、ただただずっと練習してるだけじゃないっていうのもいいな、うん、そうですね、ただのチュートリアルじゃないと。そういうことですね。そうです、そうです、うん、なんか教科書読んでるみたいじゃないですか、チュートリアルだけ、うん、あ、今、ね、チュートリアル全般をディスりましたね。ええ、あ、ええ、ええ、強気だなこの人、ええ、まあ、退屈っていうかね、あ、またかみたいなあれもありますから、ご褒美あると嬉しいね、嬉しいね、はい、後でやってみましょう、はい、ね、続いてリオエセントラル、何ですかこれ。これはね、あのいろんな要素が集まってるんですけども、うん、まあ、あの着替えをしたりとか、はいはい、戦績を見たり、あとはあの対戦のリプレイを見て、うん、撮影したりとかですね、そういうモードが詰まっております。あと BGM をね、このシーンではこの曲がいいなみたいなやつを自分でカスタマイズしたり、変えれるのね、まあ、裏設定を見たりとか、とにかくね、そういう何でしょう、対戦ではない楽しみみたいなのがここに詰まってますので、あの一人用で遊ぶ人なんかはね、うん、いっぱい遊んじゃってほしいなと思っております、はい、じゃ次行きましょうか、はい、さっきディスりましたけどチュートリアルあるんやんありますよ、ちゃんとしてる、ありますよ、綺麗にしてましたね、ちゃんとしてる、もうこれね、歩くところからなんかこう複雑なコンボまで、まあ、約200種類あるんですね。すごい、200種類もいきなりやるかって話なんですよ。やらない、まあ、やらないですね、うん、でもだんだんとちょっとずつこう、あれ知りたいな、気になるなみたいな
感じで、まあ、さっきのデュエクエストとか、はい、こう行ったり来たりするだけでも、はいはいはい、最終的にはゲームシステムを覚えられるようになってるんですね。そうか、そう自然とね、自然と、ある程度まではみんな上手くなるはずなんです。聞いてるだけで英語喋れちゃうみたいなやつだね。そうかもしれませんね。そうか、クエストやっててできなくなるところが来てここに来ればいいってことですね。そういうことになりますね。でコンボチャレンジっていうのは、うん、もうちょっと上の方、あの上級モードになるんですけども、はいはい、簡単な技出しから、はい、あとはあの空中コンボとか、はい、さっきのフェイタルラッシュをうまく混ぜたコンボとか、そういう上級者用の練習モードですね。なるほど。ちょっとチャレンジしたくなったらやってみようと。空中コンボ難しいからな、タイミングとかが、うん、そうですね、合わないと当たらないですけどね。まずはその知るところからですね。そうか、こういうのがあるんだってね、そうそうそう、知ってやると知らないと、ね、1回できたって状態になってから、あとはもう普通に、なんだ、トレーニングモードでいっぱい練習して実践でできるようになる。そこまでいっちゃえばもう上級者じゃないですか。そうですね。ね、じゃあちょっと実際に見せていただいていいですか。そうですね、じゃあやりましょうか。何からやろうかな。じゃあ DOA クエスト見て。ああ、そういいですね、気になる。DOA クエスト。お呼びですね、オーナーさん。あ、こんな感じでニコちゃんが出てくるんですけども。かわいい。どうかされましたか。ニコちゃんっていうのがあの科学者なんですけど、ね、あるね、目論みがあって、このゾアシミュレーターっていうのをね、DOA シミュレーターを復元しようとしてるんですけども、そのためにプレイヤーの方に近づいてきて、ちょっとこれをプレイすることでですね、いろんなデータが集まっていく、そういう裏設定、まあ、あの指の形からして科学者ですか。そうですね、分かりやすいですね。フレーミングの法則ってそんなの、うん、そうそうそう、分かるけど結構ね、中二っぽいキャラなんですね。そう、なるほど。と、はい、ってことでクエストをやっていきましょう。ほう、まだ星が埋まってない。そうですね、まあ、一番簡単なこれで説明しましょうかね、はい。まあ、3つ見事にこう達成すると一番下の設計図というアイテムがもらえます。これたくさん集めることであのコスチュームが手に入るようになるんですけども、まあ、それが集まる頃には実はあのコインみたいなのが溜まってるんですね。実は、はい、でね、正直にあのフラゲしちゃった人はもしかしたら溜まりにくい状態になってるかもしれないですね。なんでそれ。今後ね、あのもうちょっと手に入りやすくなると思うんですけど、うん、まあ、その辺は気にせず、ちょっと何喋ってるのか分かんない。はい、あ、ちょっとサンドイッチマンみたいになってる。あ、かっこいい。はいはいはい、じゃあやっていきますよ。はい、ちょっと待って、これボタンの設定はしてんのかな。はい、うん、ちょっと先にちょっとごめんなさい。あと C。 はい、 C 行きます。はいはいはい、あ、おー、いきなり殴らしてはいはいはい、これがごめんなさい、フェイタルラッシュね。今1個のボタンしか押してない。片手でやってます。あー、ロワインしか押してない。もうこれで、これでまあいけるんです。めちゃくちゃいいじゃん、ね、R1 だけで。 R1 しか押してないです。やっぱ R1 ってすげえんだな。いやいや、違う R1 だよ。ヨーグルトの方やん。違う、なんかヨーグルト感が違う。そうそう、え、すごい、ま、こういう、なんだ、こういうのとか混ぜていくとまた広がっていくんですよ。あ、でもダウン攻撃ができないですよ。そうそうそう、え、いいですよ、本当に。 R1 しかする。 R1 時々注意となんかでも、そうそう、こう途中で止めてこういう風にやってからまたこうやったりとかね、いろいろ始めたりとかね。あ、まあそういいじゃないですか。タイミングで違う技が出るんですね。おー、わー、すごい。だから食らわないから必殺技のゲームがたまらないんですよ。ほらほら、 P とあの R1 しか押してないですからね。ほら、うれ、うれ、あ、届かない、ういほらほらほら、え、楽しそう。これ初心者で、まあ、最初の一番簡単なやつですからね。まあまあ、そうでしょう、そうでしょう。初心者でもクリアできます。うん、で、今あのダウン攻撃を知らない手で遊びました。あ、知らない程度ね。そうそうそう、まあ、もちろんだからクリアできなかったですよね。そうそうそう、でもミッション1個できなかっただけで、うん、星2つはもらえるんですよ。あ、ほんまや。そうそうそう、あ、あ、できなかったな、なんでだろうって時に、あ、おすすめチュートリアル、おすすめチュートリアル、あらららら、便利なリンクがあるよ。これを押すと断攻撃って何だろうっていう人にヒントになる、答えまでいくか分かんないですけど、ヒントになるようなチュートリアル。さっきの
チュートリアルに行くの？近いものが出てきますよ、きっと。いや、ありがたいっていうコメントもありますね、うん、これね、レッスン25-1商談攻撃、もう25まで進んでますね、これね。本当だ、必要なとこだけ教えてもらえるっていう、新しいシステムなんですよ。で、商談攻撃っていうのは相手がダウンした時に、うん、まあ、こうやって下を押しながらピーだよっていう、まあ、あのコマンドは実はキャラクターごとに異なりますっていう注意があるんですけど、まずは下ピーデを出してみようと、やってみましょうかね、うん、これ左のコマンド通りにやると、これでダウンするんですよ。でダウンした敵に下パンチ、あ、これで商談、あ、そう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 、これで商談マスターしたと。でこれもうちょっと今のじゃ分からんかったら、もうちょっと練習したいなって時はこれでもう一回やってみようってこともできるんですね、はいはいはい、でこうやって、あ、できないな、あ、こうこうとか、あ、できたみたいな、もうじゃあこれで実践できるじゃん。待って、 R1 だけではできないってことですか？できないです。ここで新しい操作を1個覚えてるんですね。下 P でね。下 P、 まあ簡単ですよ。R1 下 P でいけるってことですか？あ、相手が倒れた時に下 P でしょ。下 P 入れればいい。倒れたなと思ったら、うん、おー、うん、マジ で、 いいで、そうするとこう、え、全キャラクター下 P じゃないの？そうなんです、ね、実はね、違うんです。そこですよね、はい、で答えをそのまま教えても面白くないので、うん、すげえそのまま教えてくれたわけ。今はたまたまやっぱ最初の方なんでね。たまたま、あ、なるほど。キャラが違ったら操作が違ったりもするんですけど、ヒントになるんですね。こういったのゲームシステムを なんとなくこう、そうで自分で考えて倒し方もあのコマンド違うんですね、うん、霞だとあの技では倒れないんですよ。あ、そうなのか。どうやったら倒れるか自分で考えて、あ、まず倒さないとですもんね、今の下ピー、ね、倒れたら下ピーやってみようと、そういう感じで、自分で体験して覚える。なるほど。これがあの本当にね、子供たちの教育とかも同じなんですけども、ね、考えさすっていうこと、そうです、考えさせる。学校の勉強とか本当ヒントになりました、ね、なんかムカついてきたな。いやいやなんでですか、落ち着いて。続いては何を見せてる。あ、教育にまで結びつけやがった。いやいやいや、まあ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 、つながることは、つながるとこか、通ずるものがあるってこと。そうそうそう、このゲームやるといいよっていうことなんですね、うん、はい、で、次はですね、セントラル、セントラル行ってみましょうかね。セントラル、クローゼット、はい、クローゼット見てみましょうか。まあ、さっき手に入れたのを何度も繰り返していくと、お金とかかけらがたまって、はい、ポジションも選べるようになります、うん、で、ここでもうあらかじめ結構買ってあるんですけど、こうやっておしゃれに着替えたりですね、できるわけです。水泳部丸出しみたいになってる。髪型選んだりとかですね。いや、下水着でしょ、だって水着ではないですよ、これ何でしょう、制服的な。いや、だってこう見たことあるのかな。片目隠れてんのかっこいい。これでね、メガネも選べるんですよ。メガネ外すこともできますね。片目隠れてるんで、メガネ外したいんです。外しちゃいますよ。おー、いいね。まあ、こんな感じで好みに合わせて服装を選ぶことができる、うん、なるほど、そうで、さらにもう1キャラぐらいちょっとやってみましょう。あ、ちょっと、ちなみに何、どのキャラ使いたいか。いやいや、ちょっと俺のほのかに何してくれるの。俺のほのかだぞ。俺のほのか、腕持てる。俺のほのか代わりに着せ替えますんでね。どれがいい。あ、何着せたいですか。俺のほのか、殺す。我慢して着せ替えて、それがいいっていうのやってくれるから。本当、いやあ、ほのかちゃん、そりゃダメだろ。あんまり出させたくない。そんなに露出しちゃダメだ。これぐらいの。かわいい。あ、これはこれでね。黒いいですよね。好きなドクロ。スカル。ああ、いいね。じゃあこれでね。あ、でもこれもこれでだって。うん、これは可愛いと。ヤナちゃん、いいよね。はい、非常にいいです。はい、髪型もちょっと選んじゃうかな。もうちょっと、ほんまベルトのとこにお肉が乗ってたら持っていい。本当はね。いやでも、うん。ロングでいいですか。ここにでもありますけどね。あ、ロングでしょ。ロングね。ロングでしょ。じゃあこれでいきましょう。いきましょう。はい。でもうメガネもなしで。ないあ、機嫌が直ってきたぞ。よし、じゃあ次のコーナーいっちゃいますよ。やっぱ可愛いね。ほのか可愛い。はい。で、この可愛いほのかを見ながら次の。ちょっとにある。
さっきディスっちゃいましたけど、チュートリアルちょっと見ておこうかな。まあ、ディスってはないですね。あったしね。そうそう、そうですね。こんなにいっぱいあるんですよ。あ、いろいろあるんですね。こんないっぱいあったらちょっと、ちょっとありすぎた。序盤の簡単なやつやってみようかなと思いますね。はいはい。でもこうやって初級中級って分かれててくれると、そうそうそう、なんかこう今自分がどの辺っていうのが分かりやすくていいですね。いきなりね、上級とかやったら多分きついんで、うん、まあ初級は初級がいいと簡単なんでしょ。そうそうそう。あ、フェイタルラッシュ、フェイタルラッシュ見ていきましょうか。はい、うん、散々さっきやったんですごい簡単ですよ。 R1 だけ、そうそう、うんうん、こういう簡単なやつにたまに難しいのも混ざってたりするので、そこはやりがいあるんじゃないかなと、はい、いろいろ書いてありますけど、要するに R1 押せってことなんですよね。おー、これをポンポンポンと、あ、失敗したはい、ちょっと失敗しましたけど、練習なんですよね。あー、なるほど、これで成功と。ちゃんとグッと解けるんですね。はい、おー、最初からできるわけじゃないよってことですね。練習するとできるようになりますんで、皆さんの多分俺最初から今できると思うじゃああれですよね、いいんじゃないですか、ちょっとチャレンジしてもらえ、やってもらいましょう。じゃあそこまで言うならちょっとチャレンジ、チュートリアルじゃなくて、冗談ですよじゃあコンボチャレンジ、シクラさんやりましょうよ。ヤッキーに絡まれた時の言い訳、ね、え、コンボチャレンジの方、シクラさん、そうそうそう、それいいんじゃない。いや、コンボチャレンジの方がどう考えたって難しそうじゃねえかえ、でもできるって言ったし、チュートリアル余裕なんですもんね。余裕って言ってましたね。そうですね、チュートリアルだって余裕でしょ。コンボチャレンジは何かにチャレンジしなきゃいけない。いけじゃあさっきのコーディネート、ね、あ、いいね、あ、いいですね、テンション上がる、いいですね、これで見てるだけでいいよ、俺別に。はい、どうぞ。なんだよ、これに回ってきちゃったよ。やったれやったれ、いったれいったれ、1から、え、1から何の、1から行けばいいんですか。いいですよ、これね、クロスヒットっていうのはちょっと専門用語なんであれですけど、要は密着してその技を当ててくださいということですね。密着してね、なんか可愛い、もうぴったりくっついてやらないといけない。ぴったりくっついて、あのコマンドを出せばいい。そうです。あれ、ああ、なるほど、あ、水系、はいはい、みたいな、水系、ほのかっていうのはいろんな武術を使いこなすんですよね。すげー、こう成功しましたよね、今ね、素晴らしい。そうそう、あ、これ、さっきと同じです、これ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 4回、あれ、あれ、あれ、うん、1回で成功するって言ってましたよね。まあ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 、しゃがんだ的に、これキー、おお、入った、斜め下ですね。おお、でもすごいすごい、あ、さっきの行きますね、どんどん、さっきのできてなかったよ。ちょっと待って、2段になってて、そうです、ここからちょっと難しくなります。え、ちょっと待って、難易度1って書いてあるけど多分2ぐらいですね。空中コンボ、斜め下を2回やってパンチ、ね、うん、それは分かってるんです、僕真似を見れば右に入ってます。打ち上げないといけない。あれですね、斜め入れた後パンチがちょっと遅いかもしれないですね最後の矢印とパンチ同時ぐらい。あー、やだーい、やだぜあー、しちゃった、変だろこれ絶対やめないからね、俺打ち上げられませんね。あれ、これね、お手本再生もあるんですけど、あ、来た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 、あ、ナイス、浮かせてからやっぱうまいですね。コンボチャレンジ次で最後だそうですやめなそうだぞ。タイミングが難しそうですね。あ、ちょっと待って、下の技先に今も出ますよね。すげえ、最初にやった技ですよ。ああ、そうかそうかそうか、これ応用が効く。ああ、じゃあ、あれ、あれ、空中コンボなんで、でもそれ構え取ってると出ないです。違う技出ない、うん、ああ、なるほど、なんだよこれ、あと何回チャレンジしてるかね。ちょっと壁からどけよお前反対側に回りましょうかね。上とかをして、あ、お、あ、
あーじゃない、残念な声出さないで。あ、以上です。え、なんで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 チャレンジなんで。というわけで、テンポよくここまで来た。今作はですね、サラはいないのですが、カギさんに誰を選んで戦っていただきましょうか。ね、え、どういうこと。楽しく勝負しようって言ってないですか、はい、そうでしょ。ただですよ、これやっぱりね、やっぱり嫌な思い出も多いんですよ。あ、そうなんですね。ですからね、もしなんか、うん、うちの川岸さん買ったら、しもりさんプレゼントいただきたいんですけど、どうでしょうか。そういうプレゼントがかかってたら、うん、本人すごいパワー出ると思うんで、うん、そうなんですか。はい、じゃあ御社の株式を分けていただきたい。よいよいよいよそれは、ね、違う話になってくるからその権限ないからゲームソフトあげようか。うわー素晴らしい、久々のプレゼント。しもりさん頑張って、はい、頑張って。さあ、ということでございましてですね、去年の年末ライトとなります。プレゼントをかけた川木さんのガチバトルスタートです。やったー、頑張っていただきましょう。お、来た。さあ、それではね、キャラ選びから何から。はい、持ってってくれ。さあ、行きましょう。はい、じゃあちょっと下村さんセッティングお願いします。さあ、ちょまるさんもちろんほのかでいいの。うん、ほのかでいいよ。ほのかのコマンド表は、うん、ほのかでいいよ、うん、進めてていいよ俺のことは映さないでくれすげえ、あの試験直前のほのかのコマンド表ないじゃん。ほのかがねえまあいいや、もう基本技だけで絶対できるはずだ。そうね、ほのかないじゃん、うん。さあ、ほのかに対してしもりさんはどうしようかな。ほのかのライバルともいえるマリーで、マリーローズで。あら、ほのかもちょっと僕やっぱセーフですかね。あ、そっちの方がいい、やっぱ落ち着くんですよね。なるほど、はい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 、慣れてる方が。かわうぎすいほのか来ました。おいしい、おいしい、おいしい、常におんねんな、ファンが分かってんだったらコマンドリストぐらい、あのね、そうね、用意しとけ、ね、なんででしょうね。なんでのほのかちゃんのない、あれ女子対決。あら、かわいこちゃん対決、かわいい、来ましたよ。どうしましたよ。アイドルグループなら平和なところに。恐竜と触手のどっちが好き。なんでそう、触手って。もう恐竜、なんでも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 さあ、これはどういう対決になってますか。2マッチ、あ、ルールね、はい、そう、2ラウンド先に取った方が勝ち。なるほど、うん、さあ、プレゼントかかってます。そうそうそう、もう私もう15年ぐらいやっぱりこのゲーム作ってるから。あ、なんか指示来ましたか、ね、今。え、なんか今指示来ました。あ、うん、指示、どうせ負けるなら笑い取れよって指示なんでおい、大将おい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 え、必殺技はどうやって壊すんですか。必殺技は今みたいに出すんですけど。あー、今出しましたね、シクラさん。おー、必殺技防いだ。おー、あれ動かなくなった。急に、おー、うわー、何今の俺がやろうとしたことをやりやがった。おー、おー、あー、またやられた。返されましたね。あ、いやいやいや、おい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 、はい、あー、あー、いやー、届けあるわ、あるわ、あるああ、ほのかちゃん
終了ということで、勝者ジモリさん。腹立つ止めてる、あんなとこで泣いてます。あんなとこで止められてる。泣いてる泣いてる。あいつすげえムカつくな。あら、1回目の死に方、2回目の死に方、最後の演出全部入れてきやがった。わかる。死んだ後恐竜にさらわれ、死んだ後崖から落ち、最後はあのアングル。あ、そういうこと。おい、スイッチするな。スイッチするな。あのね、ただやられただけじゃないんだよ。そうなんだ。全部におまけがくっついてる。そうか、そう。れは悔しい。あの場所で死んでなかったら別に恐竜に連れて行かれてないんだ。そういうことですね。わざと導く。わざとやってんの、それは。で、滝から、滝地が下に落とされたんですね。それもわざとやってんの。ちょっと聞いてみます、聞いてみます。そう、どうなんですか、しんぼりさん。そう、本当にそうなんですか。いや、まさか、うん、ねえ、そんなわけないじゃないですか。チャラいな、おめえ。ちっちゃい、ムカつくな、まあ。しんぼりさん、どうですか。気持ちよかったでしょ。いや、気持ちいいね。気持ちよかったでしょ。気持ちよかったでしょ。いや、やりたいことできた。そうでしょ。ね、ってことちょっと気持ちよかったって、ちょっともうプレゼントせっかく用意してもらったやったら、いいですか、プレゼント。いやー、まあ、いいんじゃない。やったー。よかった。ナイス接待プレイ。ナイス接待プレイ。よかった。これが接待プレイですか。そういうことで、そうでございます。あー、気持ちいいね。はい、しぼりさん、気持ちよかったら、それでよかったでございます。ありがとうございます。こういうやり方あるんだね。そうでございます、ありがとうございます。はい、ということでございましてね、エンディングでね、ご応募を紹介しますんでね、よろしくお願いします。番組終わったらぶん殴って。それではしぼりさん、最新情報お願いします。おお、はいはいはい、はい、ね、まずおさらいですけど、明日というか、あと何時間かな、うん、明日なりますけども、ついにデッドライブ6発売でございます。お疲れ様です。いや、大変でしたけど、はい、頑張りましたね。はい、皆さんやっとお届けできます。はい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 、じゃあ次お願いします。出た。はい、でですね、もうすぐ発売なんですけど、まだまだギリギリ予約やってるお店とか、はい、ストアもあると思いますので、まだ間に合う。あの女天狗がですね、予約をするとついてきます。女天狗。女天狗、まあ、ご覧の通り可愛くてセクシーな天狗ちゃんなんですけど、なるほど、ぜひね、予約をして手に入れてほしいなと思っております。うん、そうですね。はい、はい、じゃあ次行きましょうかね。はいはい、うん、そして早いうちに買えばですね、はい、このコスチュームがついてきます。かすみちゃんもかわいいんでね、うん、まあ、早く買ってほしいかなと思いますね。ぜひともね。はいはい、そして次ですね、こちらのデジタルダウンロード販売限定なんですけども、デジタルデラックスというのを、そうなるともう販売します。かすみのコスチューム、はい、手に入るんですね。そうです。ですね、早期プラス、今映っている、ね、うん、背中が映っているあのコスチュームも手に入るのがデジタルデラックスですね。ここに映ってるもの全部もちろん手に入ります。フェーズ4ってキャラクターも手に入りますし、デラックスコスチュームってプロレスラーっぽい衣装、ね、なるほど、25キャラクター分入っております。すげえ。あと BGM も入っている。あのデラックスコスチュームとか、次の選ばれしの、ね、衣装にどう、あの真ん中の2つ、うん、デラックスコスチューム、フェーズ4のマントでもいいです。あれでミュージックビデオ。本当です。うん、悪くない、まあ悪くはない。じゃあ次お願いしますね。このバイバンの服でもいいけどね、うん、さあ次行きましょうかね。はい、ですね、そう、コレクターズエディション、こちらはパッケージの方ですね、ディスクの入ってる方で豪華版となります。オフィシャルブックだとか缶バッジセットと、あとサントラがついておりますし、うん、さっきほどのデラックスセットもついております。お、うん、あれ一人いない。それはね、さっきのがデジタルデラックス特典なんですね。なるほど。こちらデジタルじゃないデラックスなんで、この特典はつきません。なるほど、はい、じゃあ次行きましょうかね。このさらに上がありまして、今言ったやつにプラス二次元添い寝スーじゃない、シーツと二次元 3D マウスパッド、それからお風呂ポスターが5枚入っている最強パッケージというものがあります。まあ、さっきのコレクターズエディションも最強パッケージも、東映テクモの方でやってるゲームシティってところではもう売り切れちゃってて、お前コメントでももう買えないんじゃないのと。実はね、まだまだ
まだまだってことないかもしれないですけど、他のお店だったらあるかもしれないです。どっかに探せばある。探して買ってもらうしかないです。申し訳ない。これ実物あるってことですか？実物ありますよ。どこどこ。はい、まずこちら。はい、ああそうね、あのコレクターズエディションの本と CD とサントラ缶バッジがたくさん、缶バッジ25個、はい、はい、そしてマスター 3D 二次元なのに 3D、 そうそうそう、はい、そ何が二次元で何が 3D かは考えていただきたい。ポヨン、プリン、ポヨンとこれめちゃめちゃ手首に優しいですね、うん、あのね、特にゲーム開発してるとめちゃくちゃ手首使われるんで、ね、よくこう置くんですよ、ああいうのね。あとお風呂ポスターも、うん、お風呂ポスターどこにあるの？エラバルスが持ってます。はい、この3人ね、あーあー、かわいらしい ね、うん、素晴らしい。この他にあと4枚あるんですよね。そうそうそう、これね、はい、お風呂に貼っても大丈夫なポスターなんで、うん、まあ、お風呂に貼って使ってほしいなと思います。そういうことでございま す、ね、はい、そして、うん、さらにさあこちらがまたすごい特大でか添い寝シーツですね。そういうもう選ばれしが万歳して背伸びしないとシーツ、はい、まあ、デッドアライブの2大ヒロインであるかすみとあやねが描かれたでっかいシーツです。これも 2D3D にしてほしかったな、できれば。それがあの下にいろんなもの入れれば 3D もできる勝手にね、なりますね、はい、確かに自分の好みに調整していただいて、ね、はい、使っていただければと思います、ね、この人意外といけるね、こちら側はですね、この人いけるね、裏から見ますとぶら下がり健康器にぶら下がった2人みたいなのがいますね。あ、これ、うん、これはレアですね、これ。これはこれそのままぐるっと回れるかな、そのままぐるっと回れるかな、そのままぐるっと、はい、選ばれし、こんなことですよ、はい、はい、もう干された状態です、まあ、はい、戻ろう、選ばれし、はい、よく頑張った、はい、ありがとうございます。広沢ナイスターン、広沢ナイスターン、パッケージに入ってます。でも今のですごい大きさ、いかに大きいかだったね。そうです、もう2人もね。そして他にもまだお知らせありますよ、はい、お、うん、あ、はいはいはい、シーズンパスというのを出しますね、うん、これあの何かというと、あの後ほど段階的に配信するダウンロードコンテンツを、うん、はい、先に買っとこうってですね。そうですね、うん、なるほど、先に買っといて お得なお値段で手に入ると、はい、全部手に入りますのでね。追加キャラクター2名と、あれ1人は、ね、発表になってないの。はい、まずね、上から言っていいですか。はい、どうぞ、ごめんなさい。ハッピーウェディングコスチュームというのが3月頃に配信されるんですけども、はい、それも、まあ、皆さんがこうお嫁さん姿で出てきたりとかですね、あのタキシードを着てるってかっこいい男性とか、うん、そういう風に着飾って遊ぶことができる。なるほどね。このゲームの魅力でもあるので、それを、まあ、販売します。そしてですね、はい、目玉なんですけども、追加キャラクター2名、こちらの、ね、SNK さんのキングオブファイターズ14とのコラボレーションをしまして、はい、あの知らぬいまいと、うん、さあ誰なんだと、さらにあと一人が遊べるようになるんですね。知らぬいまいちゃんって言ったことだね。そうね、ね、なんか課長さんみたいなそんなテンションだったの、こんなテンションですねそしてもう一個、はい、でこのシーズンパスを購入した方に特典がありまして、うん、ご覧の通り、うん、ニコの先行のアナライズギアというコスチュームと、ユテングのレッスルコスチュームはプロレスラーっぽいコスチュームですね。あ、なるほど。この2つが特典として手に入るんですが、あのなんとですね、こちら明日というか3月1日なんで、もうちょっとかな、もうあと30分ぐらい、うん、先行で販売しますので、シーズンパス1を、うん、あ、そうなんですね。 それを購入したらすぐこの2つは使えるようになります。あとはニコちゃん のアナライズギアはですね、うん、あのメガネみたいなやつですけども、うん、あれは全キャラで使えるようになりますそうなんですか。そう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 、スカウター的な、まあなんか見た目ね、似てますけど、戦闘力を測りながら遊べるというね爆発はしないですね、測ったところでやけどね、まあ、そんな感じで楽しめるあのシーズンパス1でございます。いやー、すごいございますね、盛り、はい、ということで、うん、ぜひぜひ皆さんチェックの方お願いしたいと思います、うん、それでは最後に皆さんにメッセージしますお願いします。はい、でデッドアライブ6は、いやー本当にね、初心者からね、上級者、あとあのかっこいい男性が好きな人から、かわいい女の子が好きな人まで、そういうことですね。あと何でしょうね、一人用が好きな人から対戦が好きな人まで、まあ、みんなが遊べるようなゲームを目指して作りました。はい、
でそういう出来になってるはずなので、うん、あの皆さん期待してあと 何時間もないと思いますけども、ね、お待ちください。はい、30分、はい、ぐらいですね。はい、はい、ということで、はい、メカサイラちゃん効果ですね、デッドアライブ6をご紹介しました。シンボルさんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ナイスファイト。目指せ大冒険。